ネヘンタベイはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の20番艦。ネヘンタベイは合衆国海事委員会の契約ゲワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で建造され、1943年11月28日にロバート・エイチ・スミス夫人によって浸水する。1 9 4四年一月三日にオレゴン州アストリアで海軍に引き渡され、 同日ホーレスエイバターフィールド艦長の指揮下、収益する。収益後の2月6日から12日にかけて、ネヘンタウェイは補充の航空機と要因を乗せ、サンフランシスコ湾から新珠湾まで完熟航海を行った。新珠湾で修理を要する航空機を回収した後に、出港して2月21日にサンディエゴに到着した。西海岸海域でのさらなる訓練を終えた後、 補充の航空機と航空資材を積んで3月18日に出港して、新珠湾に向かった。ネヘンタベイは新珠湾で郵便物、便乗車及び航空機を乗せた後出港し、4月7日にマジロに到着。戦闘での負傷者や破損した航空機を収容して4月27日にサンディエゴに到着した。 カリフォルニアとハワイ水域での戦闘訓練を行ったネヘンタベイは6月18日に真珠湾を出撃してマリアナ諸島海域を目指した。エニウェト区間省で第51任務部隊に合流した後、ネヘンタベイはテニアン島に対する攻撃に参加。攻撃の期間中、ネヘンタベイの航空機は空中哨戒と対戦哨戒に出動する一方、 7月5日と7日の対地攻撃では日本軍拠点や政党工場を破壊した。補給のため7月16日にエニウェト区間省に下がった後、ミッドウェイ及び12隻の駆逐艦と共に対戦相当部隊を編成してサイパン島とグアムの間で対戦紹介を行った。マリアナ諸島での戦闘を終えると、ネフヘンタベイは第3艦隊の補給部隊に配属され、 その期間は1944年8月から1945年1月に及んだ。第三艦隊におけるネヘンタベーなどの護衛空母はマヌス島及びウルシー艦省から出動して広報支援と紹介に徹し、大型空母が長期間の洋上作戦を実施できる支えとなった。その甲斐あって第三艦隊はカロリン諸島、パラオ、フィリピン。 台湾及び南シナ海で日本軍のあらゆる妨害を受けつつも多大な戦果を上げることができ、フィリピン奪還を成し遂げることができた。その最中の12月17日、ネヘンタ米は第30.8、12人部隊の任務隊機関として、第38任務部隊に随伴中、コブラ台風に遭遇した。護衛空母は悪天候で航行が困難となり、マケイン中将は、 バターフィールド艦長に対して、第38任務部隊に属するすべての護衛空母を集合させた上で、護衛空母軍の戦術指揮を取るよう指令した。ネヘンタベイは、コブラ台風による被害をあまり受けなかった。1945年1月12日には、空襲を仕掛けてきた日本機を撃墜した。2月19日、ネヘンタベイはオーバーホールを受けるためサンディエゴに到着。 オーバーホールを終えた後、ハワイ水域で航空訓練を行ったネヘンタベイはグアムに気候の後5月9日にウルシーに到着。沖縄戦の後半戦に参加し、ネヘンタベイの航空機は日本軍部隊を片っ端から攻撃して味方部隊を支援した。6月7日には神風攻撃を受けたが、2機の特攻機は対空砲火でなすすべなく墜落していった。 ネヘンタ米は7月1日から8月15日に至るまで行われた第38任務部隊による日本本土への最終攻撃に補給部隊の護衛として参加。戦争が終わった後の8月31日、第38任務部隊は相模湾に到着。ネヘンタ米はアリューシャン列島方面へ向かう途中、紹介と保養支援を行った。 ネヘンタベイは9月24日に新珠湾に帰島し、航空機や航空ガソリン等をすべて陸揚げして乗客スペースを設けた。9月30日、ネヘンタベイはマーシャル諸島方面の福音兵を迎えに行くため、出港し、10月中旬にサンフランシスコに到着した。11月にはフィリピン方面に向かって福音兵を収容し、 11月27日に戻って来た。その後、ネヘンタベイは東海岸に開港されることとなり、パナマ運河を通過の後、1946年1月31日にボストンに到着した。ネヘンタベイは5月15日にボストンにおいて退役して予備官となった。その後、1955年6月12日には K74 に分類され、 1959年5月7日には、悪府 -24 に再分類された。ネヘンタベイは除籍後、1960年6月29日に、コールマーケット社にスクラップとして売却された。ネヘンタベイは、第二次世界大戦の先行での7つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。